新型クロスドリフト、今回はですね、用品装着車、まあ、いわゆるディーラーオプションのね、内容が、まあ、かなり、新しくなったということでございますので、この展示しているデモ用の車を見ながら、開発をされたご担当者に説明をしていただこうと思います。それではお願いいたします。よろしくお願いします、はい、前田と申します。前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですが、はい、もうかなりもうパッと見からですね、全く別の車かなぐらいの勢いでかなりいろんなものがついておりますが、はいはい、まず外装の方からじゃあちょっと教えていただきたいんですけど。そうですね、はいはい、まず外装全体としては、はい、コンセプトタフ&ラギットっていうことをコンセプトに掲げて、はい、どんなフィールドでも駆け回りたくなるような力強さっていうものを表現してまいりました、はい、でそこでまずフロント周りのメインどころのアイテムからご紹介させていただきたいんですけども、うん、まずこうすごい存在感あるフードデカールですね。ボンネット、はい、ボンネットに貼る、これあのフードデカールになってます。かなり大型のものを今回つけておりまして、はい、テクスチャー的な柄、はい、テクスチャーも入れて、まあ、基本はマット黒、はい、マットブラックで仕上げております、はいはいはい、今までこういうのなかったですよね。なかったですね、なかったですね、はい、今回初めてになります。なるほど、これやっぱりボンネットなんか泥とかから守る効果もあったりするんでしょうか。あとはあの太陽光の反射の軽減、ね、太陽光の反射を低減と、はい、いうのでマットブラックをベースに、なるほどなるほど、で、まあ、ツヤ黒とのテクスチャーのコントラストで、はいはい、表現しております。はいはい、で、フロントのメインどころで言いますと、はい、ガーニッシュがランプとフロントノーズガーニッシュというところに、はい、今回これも新しいアイテムとして、はい、開発しております。なんかすごく厚みあるじゃないですか、なんか立体的に、ね、これはゴム、材質ゴムなんですね。ゴムですね、はい、ほほほほ。でここもこっちと同じテクスチャーをポイントに、うん、あ、本当だ、この、ね、六角形とこの、はい、なんかその中に斜めの模様が、ね、はい、六角形にも見えるしキューブにも、はい、キューブですね、見えると初めて見る両方見る感じですね、はい、パターンです。でロゴもクロストレッチ、はい、車種ロゴを、いかにもこの、ね、何かから守れるといいますかね、このゴムの厚みでね、そうですね、いろんなものからガード、こうなんかちょっと立てかけたりとか、はい、あ、そうか、なんかこうちょっとしたものをね、はい、なるほどなるほど、うん、スノーボードとかちょっと立てかけておくとか、うんうんうん、そういう時に車傷つかないと、なるほどですね、そういう使い方もしていただける、はい、これライトの周りもね、なかなかすごいですね。そうですね、ヘッドランプのガーニッシュ、後ほど後ろも見ていただくと、リアのランプにもこういうガーニッシュをつけておりますので、はい、まあ、セットで合わせてコーディネートしていただく、アメリカの SUV でよく見るような雰囲気ですが、なんかそのイメージはあったりしますか。そうですね、はい、結構アメリカのラギットな車なんかを、うんうんうん、まあ、方向性としてはそっちを目指して、はい、なるほど、はい、やってきました、はい、あとフロントグリルも今回グリルね全部違いますね、これ、はいはい、準備しておりまして、ほうほう、まあ、水平の基調のデザインで、うん、こうガード感、はい、バーみたいな、やっぱガードバーですね、そういうイメージで、なるほどなるほど、はい、デザインしております。なるほどですね、これもツヤ消し黒で、うんうん、周りのツヤ消し黒の部品と、このマッチングする、なるほど、新型クロストリックね、あのフロントグリルのこのね、あの網、分厚い網が特徴的でしたけど、こっちはこっちでまた印象が変わって、そうですね、はい、まあ、結構シンプルめに、うんうん、はい、仕上げております。なるほど、はい、あと今回あの多くのお客様に買っていただいているナンバープレートベース、うん、はい、ナンバープレートベース、これベースキットで、ベースキットで、ベースキットについてくるやつですね、はい、あとこのナンバーロックボルトも今回、おあ、ムツラボシだ、はい、あ、いいですねこれ、あ、これいいですね、しております。おっとっと、これは、ね、いいな、これあの別にクロスレック乗ってなくても買えるやつですか。そうですね、今後順次、なるほど、あ、いいですね、これ欲しいですね、はい、なるほど。でナンバーベースも今回、はい、あの周りのデザインに合わせて、うん、はい、今までボディカラーだったりメッキだったんですけども、うん、今回ツヤ消し黒一本で、なるほど、ツヤ消し黒で、はい、あえてこの周りと、なるほど、はい、これもなんかガード感が、はい、いいですね、はあ、ベースキットでついてくる、ベースキットですね、はい、はい、あと、まあ、定番なんですけど、うん、LED ライナーって、LED のランプも今回縦型に、あ、縦型で、はい、なんかたくさん光りそうですね、はい、そうです、ちょっと光らせますか、お願いします。 LED ライナーももしかしたら別、あ、光った、1,2,3,4,5,6,6個、ん ?7 個、ん、あれ、6個ですよね、はい、はい、なるほど、あ、いいですね、いいですね。フォグランプって標準でありましたっけ。フォグランプ標準でもついてるんですけど、はいはい、こちらは車アクセサリーのフォグランプで、そうですか、2色切り替えフォグ、黄色と、あ、黄色と白、はい、お、いいですね、両方切り替えられるんだ、あ、来た、おお、あ、なるほど、切り替えができるのいいですね、はい、
お、まあ、黄色かクリアか、はいはいはい、こうね、あの雪が積もってるところだとね、黄色が良かったりとかね、なんかありますよね。運転席のスイッチで切り替えができます。これはいいですね。このガードとこのフォークはセットみたいな、別々ですか？別々で、はい、なるほど、はい、あ、結構だからね、この新しいヘッドランプも合わせて、この透過類のこう新しさっていうかありますね、はい、そしてこのガード、そうですね、これもテクスチャー、大きな工具周りのカバーがついてますので、はい、そのあたりも、もういかにも守れるような力強いイメージが表現できてるかな、はい、このカバー、はい、なるほど、はい、もうこれでフロントのマスクはもうガラッと変わった、はい、そんな感じですね、はい、で、うんうん、サイド周りに行きますと、はい、あのドアアンダーガーニッシュっていうものを今回、うん、はい、開発しております。ドアの下にこのようについている、はい、ガーニッシュで、まあ、フロントドアとリアドアとセットになっております、はい、この表面の、仕上げは周りの部品と合わせて、うん、あ、同じです、はい、同じテクスチャーが、はい、なるほど。これちょっと今のアウトバックのなんかデザインちょっと似てますね、この下のね、このラインが、あ、そうですね、はい、はい、なるほど、はい、でスプラッシュボード、まあ、これも定番なんですけど、スプラッシュボードいいですね、はい、泥除け、なるほど、うん、なんかね、これと連続性がやっぱりありますね、そうですね、はい、なるほど、はいはい、まあ、こういうガーニッシュにもクロスレッグっていうロゴを、はい、ロゴが入れております、はい、うん、これも、ね、アウトバックで、このアイテムをつけることでだいぶタフなイメージに車がなってくるかなと思っております、はい、あとホイールですね、あ、ホイールですよね、これもうんうん、マットブラックで仕上げたホイールになっております、はい、これは17インチ仕様で、これ17インチ仕様、ちょっとまた別のデザインで18インチ仕様もあります。17、18と、まあ、はい、デザイン違いでまたあると、はい、はい、なるほど、これもなんかちょっとこうね、純正というか標準車とはだいぶ違うテイストというか、そうですね、はい、ちょっとなんかやっぱダートとかオフロードをイメージさせるような、なんか形状ですね、そうです、これも結構タフなイメージを、はいはい、表現しております。なるほど、はい、で、ルーフスポイラーも今回設定しておりまして、はいはいはい、おー、はい、結構大型のでかいですね、確かに、はい、羽がスポイラーにしております。そしてこのリアのライトにもこのプロテクター、ね、ヘッドランプとセットで、これかっこいいですね、結構ね、なんかこれかっこいいな、コンビランプにも、はい、これもゴム材質、ゴム材質ガーニッシュを、はい、しました。はい、で後ろで言いますと、はい、まあ、フロントと、セットで、あ、やはりこのナンバープレートの、はい、ナンバーベース、はい、これもくどいようですがベースキットでついてくるやつ、はい、ベースキットで、このロゴ付きの、なるほど、ロックボルトも、まあ、こちらは、ね、封印ですからね、はい、なるほどですね、はい、であとこれもカーゴステップパネル、あ、はい、これは樹脂のタイプで、今回車には装着しております。この表面のテクスチャーもこの辺の共通ですね、はい、合わせて、なるほど、はい、自然でいいです、はい、であとお好みに合わせて、なるほど、このステンレスタイプのものもご準備しておりますので、はいはいはい、こっちもいいですね、お客様、はい、お好みで選んでいただければ な、まあ、荷物の、ね、出し入れの時のガードにももちろんなると、はい、そうですね、なるほど、アクセントに、あ、これちょっと悩むところですね、これね、こっちはこっちでね、統一感ありますしね、こっちはちょっとなんか上質感もね、デザイン重視で、はい、かっこいいですね、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、外装は、はい、主なところ、はい、そういうところになります。じゃあちょっとリアの方に来たんで、じゃあここから、はい、ここからラゲッジ行きますか、はいはい、じゃあちょっとラゲッジルームの方をご紹介させてください、はい、はい、おお、これは今回、新しく開発した商品で、はい、4way カーゴストレージと、4way カーゴ、はいはい、いう名前の商品になっております、うん、これ名前の通り、この2室で4パターンの使い方ができるものとなっております、はい、これあのゲートネットモードっていう、ところで今、セットしております。これどんな使い方かというと、はい、まあ、1つは簡単な荷崩れ、この、はい、あの支える、はい、支える仕切り、仕切りみたいと、はい、あとこういうリアゲート開けて、うん、この辺にキャンプ、うんうん、道具広げて、はい、ちょっとくつろぐシーンとかで、うんうん、ちょっとした物入れ、まあ、カラビナでここいろいろ引っ掛けることもできますし、これ収納、基本的にポケットになっているので、うん、ここにいろいろ物を、あ、まあ、ティッシュ入れられるし、もう飲み物とか500ミリのペットボトルが3本入るようになってますし、はい、っていうところで使っていただくのが一つになります。はい、で、次に外すと、そこの辺のクリップとカラビナを
の、組み替えてもらうことでいろんな使い方ができるんですけども、はい、ヘッドレストに、ヘッドレストのポストに、うんうん、このストラップを組み付けていただくと、これシートバッグ、あ、そうか、そっち側の方にね、はい、なるほどなるほど。結構荷室って小物、うん、散らばってこう収納するところがないなっていうところがあったので、うんうん、なるほど、このポケットがもうこのね、後席の背もたれに行くということで、はいはい、この空間使いながら小物入れが使える、はい、小物をまとめて置いといていただけるかなというところです。なるほどで、3つ目、はい、お、そっちを外す。そうですね、カラビナも結構今世の中かっこいいものとかいろいろあるので、はい、うん、これお客様お好みで、はい、買って選んで使っていただくっていうのも一つの楽しみ方かなと思ってます。はいはい、あ、今度こっちにつけるんだ。今度はこっちにつけると、あ、カーゴカバーモードって呼んでるんですけど、はい、トノカバーっていう、まあ、従来のその荷室の目隠し、はい、外から見えないようにっていう機能と合わせて、うん、で今回収納も、はい、兼ね備えたものとなります。うん、ここにもチャックついてます。こっちにも、ああ、こっちにもチャックがあって、ああ、なるほどね。からもう、こっからも出し入れが。これもポケットがあるみたいな感じですか、これ。ここはですね、はい、置き傘入れになってて。置き傘入れね。65センチの傘だったらすっと入れて。なるほど、なるほど。まあ、車置き傘しがちなんですけど、うん、置き場がない。そうですね、だいたいもうね、なんか、なんていうか、部水に置くしかない。結構、2000本って置いてたりするんですけど、なるほどですね。まあ、スマートに収納いただけるかな。なるほど、なるほど。これ3つ目、はい、3つ目、これも、まあ、なんか上にもなんか乗せられそうですよね。そうですね、下に汚れた靴なんかを置いていただいて、うん、上にアウターなんかをバサッと置いていただければ、うんうんうん、なるほど、あ、リアルにそういうの想像できます、はい、なるほど、すごいな。これ3つ目、3つ目ですね、はい、まだある。最後がフロアモードって言って、はい、荷室にボールなんかを置く場合に、はい、走行中転がるじゃないですか、うんうん、それを床に押さえつけておくっていったようなカーゴネット的な役割ですか。そうですね、従来のカーゴネットのような使い方もしていただける商品となっています、うんうんうん、これはいいな。これも車両にもともと標準でついているフックですよね。フックに、はい、フックを使って4箇所固定するんですけども、うん、はい、まさに本当に今ね、まさに求められるアイテムというか、もういろんなシーンに合わせていろんな使い方をしていただけるかなと思って、はい、はい、うん、あ、こういうおうおう、あ、なるほどね、入れといてもらえればとか、はい、転がらないものを、ね、そうですね、ネット的に抑えると、はい、なるほどですね。もうまさに外で遊ぶ時のね、はい、まあ、私だったらグローブとかバットとかなんかちょっと入れてね、したいかなみたいな。なるほどです、ね、はい、4パターン、はい、以上の4パターンの使い方ができる 4A カーゴストレージという新しい商品になります、はい、これはすごいな。これだけでも欲しくなりますが、まあ、このね、やっぱ車側のフックがないとね、そうですね、使えないんでね、その辺を活用しながら、まあ、こういうフックがある車だったらね、応用できなくもないかもしれませんが、なるほど、このフックだけ後で、うん、この商品と一緒に、はい、つけていただくっていう、このフックは後付けなんですね、はい、そっかそっか、あります。この素材感もなんかいいですね、こう、なんちゅうか、そうですね、この、ね、素材も色合いといいますか、こだわって、はい、はい、これ なんていう色というか素材というか何ですか。これは素材なんだっけ、素材というか、メランジ、メランジ生地ですね。メランジ生地、はい、なるほどね。デザインもね、このね、このネットの向こうに、ね、そうですね、スバルがなんとか見えるのがまずかしていいですね。ティッシュがね、今入ってますが、ここもティッシュ箱が入るようなサイズで設計しました、うんうんうん、これは絶対欲しいですね、この車乗るんだったらね、これ絶対いるな。で、このあれですね、下の、そうですね、カーゴトレーマットっていうの、はい、マットもですよね、まあ、これも、まあ、定番品として、はい、あの背もたれとセットですよね、はい、はい、で背もたれの部分もシートを倒して使っていただくときは、はい、もうつながりとして、はい、まあ、濡れてたりね、まあ、泥が過ぎてても、まあ、割と掃除しやすいと、ガサッと乗せていただけるという、はいはい、なるほど。うわ、これはすごいよ。これね、これがもうこの車の機能拡張効果がすごいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあこのまま前の方行きましょうかね、はい、室内、はい、これか、これはですね、はいはい、リアゲートアシストハンドルって、ね、ちょっと、まあ、ここに普通はね、こう手を引っ掛けて、はい、まあ、やるわけですが、小さなお子さんとか、はい、
でもあーゲートの開け閉めができるように。なるほどなるほど、はいはい、はい、僕もまあ身長低いんでね、まあ、この方が助かりますこれより。なるほど。あ、ライト、ね、これもリアゲートライトって言いまして、うん、あスイッチでね、ここにスイッチが、ここスイッチがついてる LED で。なるほど、結構明るい。いやこれも絶対的に必要ですよね、やっぱり ね、はい、なるほどですね。あこれはなかなかもうめっちゃこれでソロキャンプしたくなる、はい、で室内、室内、はい、そうですね、はい、室内は、うん、今シートカバーがオールウェザーシートカバーがオールウェザー、はい、はい、フロントとリア両方についております、はい、こちら撥水生地になっておりまして、うんうんうん、まあ濡れた状態でも、はい、車乗り込んでいただく、うん、なるほど、ということを考えています。今回だからね、現状ではその2つのグレード両方ね、はい、標準のままでは撥水がね、はい、なかったですもんね、はい、はい、なるほど、まあ、これがカバーができると、はい、はい、あとありますか。あとはドライブレコーダーが今回、はい、そこに室内向きにもカメラがついておりまして、あ、はい、うん、室内とあと横ですね、車の結構広角のカメラになっておりますので、はい、横からの衝突なんかも、なんかも、はい、記録できると、できるように。ああなるほどね。なのでフロントと、うん、まあ、室内、なるほど、あとはリアはリアで、はい、まあ、3カメラで、お、はい、なるほど、でおります、まあ、またそこも新しくなったと、はいはい、あとはフロアマットですね、はい、これもベースキットで、はい、おベースキット、はいはい、やってるような定番品なんですけど、今回柄違い、生地違いで、はい、ああ本当だ、はい、2つ選べるんですね。選べます。あ、こっちが結構ベーシックな絨毯のようなふかふかの生地のマットになっておりまして、こっちはちょっとアクティブなシーンをイメージした、うん、ちょっとザラッとした、なるほど、まあ、よりこう泥とかにね掃除しやすいですね、はい、これどう見ても、そうですね、砂とかも叩きやすいような、はい、なるほどなるほど、これもお好みで、なるほど、はい、これ選択肢が広がったのいいですね、はい、なるほど、お、好きな方を選んでいただき、従来通りこうね、これがペダルに引っかかったりしないみたいな、ええ、まあ、そういう配慮もされていると、はい、ええ、してます。なるほど、なるほど、フロアマットにもちゃんとねそういうね性能が、詳しくはスバルオンチューブで、はい、あとはトレイマットも、あトレイマット、はい、はい、準備しておりまして、うん、これは樹脂の、はい、まあ、ゴムっぽいですけど樹脂なんですけど、はい、トレイマットでもう水とかを全然通さない。これもデザイン細かいですね、この、ね、そうですね、やっぱ六角形があったり、今回この六角形、これ凹凸が実はついておりまして、うん、結構グリップ力、はい、グリップがいい、高めるような加工で、あと深めにここスリット入れてるんですけど、このスリットもね斜めと横と面白いですね、はい、これは座った時に靴の裏こすりつけてもらえれば、あなるほどね、はい、砂とかもそれでこの配置というか、はい、なるほど、あこれ今までこんなんなかったですよね。なかったですね、はは、今回初めてになります。これはすごい機能性が、これだけでも欲しいな。へえ、なるほど。なのでこの3種類マットございますので、うんうん、はい、まあ、お客様のライフスタイル、なるほど、アクティブライフに合わせて、ほだいぶ変わりましたね、用品ね、はい、選んでいただければ。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、あ、そうです、はい、ありがとうございます。内装こんなところですか。そうですね、はい、そんなところです。はいはい、ん、あ、そうだそうだ、はい、ワイヤレスチャージャーも今回、はいはい、スマホ の, スマホの充電の、はい、充電ですね、地域規格に対応したものになっております。はい、はい、うん、なるほど。いやね、この純正オプションもね本当にすごい、なんかこの車とともに、はい、そうね、フルモデルチェンジといいますかね、車のこれはね外装もほんまイメージ変わるし、はい、ね、使い勝手もすごい上がるし、はい、これはちょっとあれだな、めっちゃつけたくなる感じですね。そうですね、こう、はい、結構いろいろアクティブな、うん、はい、まあ、アウトドアのアクティビティ楽しみたくなるような、うんうん、はい、そういうアクセサリーっていうものを今回、うん、はい、この新型のクロストレックでは目指して、はいはい、やってきたので、はい、ぜひお楽しみいただけ、なるほど、ちょっと今度は用品のカタログをね、ディーラーオプションのカタログを見るのがすごい楽しみというか。そうですね、はい、はい、ぜひ、ね、はい、まあ、多分なんかパッケージ的なのもあるんでしょうね、きっとね、なんか、はい、外装のね、そうですね、お買い得のやつとかね、はいはい、いくつかご準備しておりますので、なるほど、はいはい、お得にお買い求めいただければと、わかりました、はい、前田さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。